今回ご紹介するのは福井鉄道南越線の武府新駅です。武府新駅は福井県越前市府中3丁目にあり、1924年大正13年2月23日に福武電気鉄道の駅として開業しました。南口ロータリーにはタクシーおよび越前市市民バスの乗り場があります。 JR 西日本の武府駅はアルプラザ武府を挟んで300メートルほどの距離があり、駅舎同士は間接的にもつながっていません。当駅は3階建ての駅舎で、待合室、改札、窓口はすべて1階にあります。福井鉄道の駅では唯一、行き先案内の電光掲示板を持っています。2013年4月26日より福井鉄道の中で唯一発車メロディーが流れる駅となりました。当駅は2面のくし形ホームと3線の発着線を持っています。主に両面ホームの2番線が使用され、3番線の東側には留置線、福井方面に向かう線路より東側に洗車機を備えた側線があります。かつてはホームの西側から各方面のバス停に降りられる階段があったそうです。1945年、昭和20年8月1日に福武電気鉄道が西保電気鉄道と合併して福井鉄道を設立し、当駅は同社の福武線の駅となりました。1983年、昭和58年に現駅舎を新築、2010年、平成22年3月25日に市町村合併による武府市の廃止に伴い、当駅は越前武府駅に改称されましたが、2023年、令和5年2月25日に駅名が武府新駅に改称されました。12時25分発です。
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。